表説論第2章その4ですね <laughs> 今度はあの自,然自然科学だけではなく、まあ、自然科学もかなり書くんですが文化系学問も入れて分離融合なんかも入れてです、ね、少し広く取ります <laughs> え表説の問題ではですね歴史学のような人文科学経済学のような社会科学とですね、まあ、自然科学の間で大きな差があるように、まあ、感じられます実はそうじゃないんですが一般的に 文化系の論文とか書籍を読みますと自然科学者から見ると膨大な引用文献が書いてあってそれにさらに引用文献についての注釈がついているのが普通です自然科学でもですね前のものに言ったように引用の目的がは,はっきりしないんですねそれで他の科学の分野と両方考えるともうますます分かんないんですよ 自然科学の論文で引用する目的はですね、まず1、著作権のある書物を法律に基づいて引用する。これはもうほとんどありませんが、一応あると。2ですね、仲間内の人儀上の引用ですね。無断で他人の論文をデータを使うと、その人に悪いからとかですね。所属する機関のない機で決まっているからっていうものですね。これは人儀ですね。置き手です。3番目が、読者がデータの出所に関してさらに調べたいという場合のサービス。 4番が自ら使ったデータとか理論式の信憑性を上げるために一応引用すると。5番目は学生なんかのくだらないレベルなんですが、引用文献が少ないと先生に怒られるとか、そういう場合もあるわけですね。などがあるわけです。私自身は自分の所属する大学の何個かあったんですが、内規を見たことがありません。ただ、自分の経験とか仲間内の飲み方なんかをしてるとですね、みんなが言ってるのは、 だいたい引用してかかなとと読んだ人が不便すするからというのを言ってますね。それから私の場合はデータの信憑性を上げるために4を重視しませんが科学者の中では信憑性を上げるために引用してるんだっていう人が多いんですねいや私の本は引用がないんですよ普通は引用してる本もあるんですよ実は環境の本でもびっしり引用してるやつがあるんですが皆さんそれ読みません難しくてだから優しいやつだけ読みますからねリサイクルしてはいけないって引用ついてないじゃないかでもそれはそうでね引用つけてもしょうがないと えつまり自分自身の先行論文とか他人のデータを使うときにですね普通は実験条件なども繰り返し書くと面倒だからまた紙面が多くなっちゃうので読者の人には不親切だけども引用文献を示して、まあ、そちらを見てくださいっていう場合が多いんですねで学会でもですねよくそういうこと言われるんですよこれはもう引用文献を示してくださいよともう紙面がもったいないから単に印刷上の問題ですねで現在ではネットが発展してますから えー、ほとんどの論文をネットで見ることができるからいいんですけども昔は大変だったんですよあの本文に書いてなくて引用文献でここ見てくれっていう時はですねもう探すの大変大きな大学ではですね学術雑誌のいくらかがもう膨大な製本してありましてね黒くて重たいんですよそれをね書庫から出して一個一個暗い図書館で見るだけで大変でした僕そしてそれからコピーしてたらねコピー用紙を書いて 不愛そうな図書館の会員に交渉して、それでなんかあんまり熱くてコピーしてるんで、真ん中の方がうまくコピーできないやつをね、必死になってコピーしましたよ、僕の若い頃ですね。ところが、小さい大学になると、もう元々ないので取り寄せるわけですが、なかなか来ないと、金もかかると。いうことで、本当に僕なんか引用は敵ですよ、冗談じゃないと、引用なんかしたやつも,もう見るかと、こんな感じでしたね。 で、実はですね、もうすでに今度は逆にですね、ものすごくネットが発達しているので、まあ、自分でここのところちょっと見てみたいなと思ったネットのですね、キーワードで探した方が早いですよ。あの、著者が引いてる引用というのは著者の引用なんでね、私が見たいものと違う時があるんですね。まあ、そういうこともあって、私は数年前から文献を引用するのがバカらしくなってきたわけですよ。だってみんな私の引用なんて見ないでしょうからね。だから、 まあもう自分で引用するときも昔は自分の手元にある論文とかそういうのを引用してたんですけどもネットを検索してですねそれでその回路がいいやっていう話ですからもう何の意味もないんですねまあこういう人多いと思いますよ実際上はこう正直に言わないだけで私はもう年取ってますからねもういくら言ったっていい構かまわないんですけど多分多いですよだって同じなんですから全く同じことをやるんですからね ところが、尋問科学とか社会科学では、引用する論文自体に、その論文の論理構成を作る上で必要なものがあるんですね。まあ、歴史的事実、経済活動データっていうのが不確かなんですよ。確かであれば自然科学みたいになって、誰でも同じことができるんですが、歴史学とか経済学では誰でも同じようにはならないんですよ。それから、自分で取ったデータではないんですよね。だって、歴史学なんて今から1000年前とか、自分生きてませんからね。 そうなると一つの論文を完成するのに他人の思考結果とかデータを利用しないと論理が構成できないんです。そこで引用文献は命であるということになるんですね。まあ、自然科学でも同じですが、まあ、学問はですね常に事実認識もしくは学問的解釈っていうのが人によって違うわけです。まあ、日本と中国と朝鮮の違いを見れば分かりますよね。ですから、 それがですね、実は系列の大学の恩師、弟子といった関係で違うんですよ。実は。<laughs> なんということが人間的なんですよ、学問やりながら。工場的にグループ化ですよ。派閥、いがみ合いなんですで。特にね、学者はね、残念ながら人間的に幅の狭い人が多いんで、他人の考えを認めなくて憎しみ合うんですよ。もう学会なんかじゃね、もう顔も見たくないっていうのいっぱいいるわけです。で、この学説の対立のがあるので、 この中でさらに引用が大切になっちゃうんですね。つまり学問的にあっていけないことをカバーするために引用するという、そういう変なことが起こるわけですね。マイナスにマイナスを掛け算するってやつですね。で、尋問科学とか社会科学分野での文献はその論文を理解する上で必要なものがあるんですが、まあ、例えばキリスト教の聖書には文献が引用してませんから、聖書は学問的なものではない。まあ、こうなりますね。 そこに記載されていることが十分に根拠があり、新規性を持ち価値が高いんであれば、まあそれだけで立派な学問的進歩であると、引用があるかどうかは別だということですね。これについてちょっと深く話してみますとですね、ある学者、歴史学者がですね、日本史で素晴らしい解釈の新しい解釈に思いついたとしますよ。でそれを歴史的事実を引用しないで、鎌倉時代にはこういうことがある江戸時代にはこういうことだよというふうに書いて、 それに素晴らしい、今までなかったような解釈をつけたとしますね。そして多くの歴史学者がその新しい着眼点に驚いて、それは元に新しい歴史学が開かれたとしますよ。ですね。それに相当するのが、自然科学では1953年、先回お話しました DNA 論文ですね。ほぼ1ページで、単に DNA は二重螺旋構造であり、鎖の上にある塩基が水素結合を作っている その後生命の神秘進化の秘密遺伝子操作新しい生物の合成新しい病気の治療方法の発見につながったわけですからねだから文章が簡単であるとか引用してないっていうのとその学問的価値は全く独立ですねもしその歴史の論文がですね引用してない根拠がない再現性の方法が書いてないなど論文のつまらないところ で指摘されてその論文の掲載が認められずにそれから20年経って同じ内容の論文がですね世俗的な苦労を厭わない性格的にきちんとした学者が引用をつけて書いたとしたらそっちが認められるとするとですねこれは学問ではないんですよ。掃除がよくできる人を偉くするっていうことになりますからね、えー、お掃除も大切ですよお掃除大切ですが部屋の中がきれいな人を教授にするっていうわけにはいかないんですよ。 私は尋問系社会系自然系にまたがるテーマですね、まあ、世間でいう分離融合のテーマを研究することがありますが自然系の学会に出しても社会系の学会に出しても拒絶されることが多いんですそれはその村の掟とは違うレベルだと言われるんですねまあそれからもしくはですね査読員がいないから他の雑誌に出してくれと言われることもあるんですよつまり変な話なんですけども新しい分野には雑誌がないんですよね ええ、実はね科学誌科学のあぜ雑誌なんてうのはもうなくなっちゃったんですよ昔は物理学誌とか化学誌とか生物誌とかいうのがあったんですけど雑誌ですねそれももうないんですよ、ええ、応用物理学、まあ、このぐらいが一番多いんですけどももうものすごく細分されてますね電子物理学誌とかね 分子生物学史とかってものすごい分かれてますので新しい学問をやる時にはその出す雑誌がないんですよねつまり今では科学があまりに細分化され特定の分野の中にじっと閉じこもって学問的な発展を阻害している人が大きな顔をするわけですまあ尋問系や社会系の学者はですね引用しないなどの研究者ではないと言いますがそれはですね 論文の構成上必要だというななら表説でも投与でももつまり、引用しなくてもある事実や解釈が書かれてて、それを読んだ人が理解できればいいわけで、引用するかどうかは論理構成上で問題にはなりません。それから、私のような自然科学者が見るとね、社会科学とか尋問科学ってなんかね、俗人的なんですよね。科学ってのは人間に関係ないはずなんですけど、俗人的なんです。例えばですね、 歴史家、トインビーが言ってるとかですね、経済学者のケインズが言っているって出てくるんですよ。だなんでトインビーとかケインズが出てくるのと、トインビーが言った内容ですよ。だからケインズの言った内容を書くならいいですよ。だけど、個人名を挙げるってことはですね、まだその学,学説なら学説が科学ではなくて、人の名前を言わないと文章が正確に判断できないっていことを言ってるわけですね。 だからこれはですね人文系社会系も含めて文章力が不足してるってことですよ人の名前を出さなきゃいけないってことですからね言語の欠陥があるのかもしれませんそれからまあ自然科学ではそれを補う意味で理論式とかデータがありますから文章は意味がないわけですねアインシュタインの文章もワトソンの文章も全然引用されたことはありません引用されるのはアインシュタインの理論式でありワトソン・クリックの DNA のスケッチであるわけですね ですから、まあ、文章っていうのを引用したらいけないという人がいますが、文章こそ、科学の発展を妨げてるっていうようなことも考えられるわけですね。まあ、私はあの今ね、ちょっと連絡しておりまして、ある社会科学の方に会ってですね、社会科学とか尋問科学ってなぜ引用を必要とするかということを聞きたいと思ってます。実は、尋問科学の人にちょっと聞いたんですけどそうしたらね、武田先生、それはね、派閥の問題ですよなんて言われてね。 もう本当はいらないんですよねなんて言われちゃってですね、まあ、ちょっと今、してるわけですねだから、尋問科学者の中でも、本当に研究した人は、まあ、引用とか投用とか表説ついうのはあまり問題にしてないんでしょうね、まあ、そこに書かれている文章と、そこに書かれている考え方、その新鮮さとか、学問的進歩の考慮、それにまあ注目してるんだと、私はまあそういうふうに思っています。